ぱり、ね、いやー見ちゃうね、うん、っていうよりやっぱりこのコロナ禍さ、動画配信がなかったらしんどかったよ。それはみんな言いますよね。だって時間潰せるもん果てしなく。はい、こんばんは、下井です。こんばんは、竹井ひろなです。こんばんは、早川洋平です。さあ今回はなんとサブスクリプション、はい、各人がですね、どんなサブスクリプションを取っているか、はい、で、あとこれからのサブスクリプションの行方みたいなことを、話そうと思うんですが、はい、ちなみに、僕が数えたのは9個、うん、木野さんは？私は11個です。そしてなんとですね、今回の企画の発案者である陽平くんがいくつだっけ？僕はちょっと不明なんですけど、ざっと数えたけど40個以上ありますね。40個以上、はい。なんかサブスクリプションだけで赤字にならない。あ、って思いますよね。そしてちょっとこれ最初の定義なんですけど、サブスクリプションっていうとみんな、はい、率直にざっくりと何を想像します？定期的にお金を払うコンテンツ？いやいや、つまりです、うんうん、イメージとしては定額で料金を払って使い放題。うんうんうん、僕は、まあ、そうすると思ったより正しいですね。なんで俺がそんなサブスクリプション博士みたいになってるか分かんないですけど、うん、なんて言うんだろう、ほらサブスクっていうと映像のね、後でその話出てくるかもしれませんけど、某サービスだったり音楽の某サービスのイメージ強いと思いますけど、うんうん、そう、なんか定期的にお金払ってるもんだったら、うん、全部サブスクリプションになると思うので、そう考えると結構みんなあるんじゃないかなっていう、うんうん、あ、それは例えばあれ、アマゾンの定期便みたいなの、そう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 、なるで、要はその人の、そう、今回のなんか発案者の一応意図としては、うん、なんかそう、ぶっちゃけ、いきなり冒頭言うのもあれですけど、サブスクリプション自体はどうでもよくて、誤解を恐れずに言えば、うん、その人がやっぱりお金を使ってきたものって、その人の価値観とか個性出るじゃないですか。なので、まあね、おとらじメンバーが、まあ、イラさんとかヒノさんがどんな感じなのかなっていうのを多分見たら面白いんじゃないかなっていうのが、ちょっと発案なので。うん、なるほどね。はい。楽しんでもらえたらなと思ってるんですけど。うん、でもさ、今若い子でもさ、4つ5つは入ってるよね。なんか、ヒロナさんも始まる前にね、そう、さっき言ったけど、うん、気づかずにってあるよね。うん、ありますよね、うん、なんか、あれ、なんか毎月払ってたわ、これ、みたいなの。うん、結構ありますよね。なんか、もう早速その入っちゃうかもしれないけど、なんか、例えば、ヒロナさん、なんか1個ありました？これ、なんか最初思いつかなかったけど、これそうかも、みたいな。それ、これそうかも。あ、そうかもっていうか、そうだったんだけど、結局、あ、そうかもって思ったら、これそうだわ、みたいな。これそうだわっていうの出した、大体全部。うん、なんか、これそうかもっていうところで言うと、うん、なんかやっぱ化粧品類かな。ああ、化粧品類、ね。はい。なんか毎月、特に私は、その肌がすごく弱いくって、うん、こう、できも、うん、ニキビとかもできやすいから、うん、すごくそれに、お金をかけてて、うん、まあ、前もちょっとちらっと言ったことあると思いますけど、美容外科とか行って、こう、なんかちょっとメンテナンスとかしたりとかっていうのを頑張ってやってるんで、多分それは割と毎月だからサブスクリプションって入れてもいいのかなっていう感じの。うんうん、それはさ、結構高額サブスクリプションだよね。そうですよね。まあ、僕40個に負けないぐらいかかるよな。いや、僕はもう、庶民ですからね、もう1個数百円単位のものばっかですけど、ね。いや。ヨヘクはさ、こんな面白いのあるっていうのある？いや、いっぱいありますけど、これいきなりカットバイすぎるとちょっとみんな引きますよね。うん、そうだ、中ぐらいのやつかな。中ぐらいのやつ。中ぐらいね、中ぐらい。あ、中ぐらい行きましょうか。大人じだしね。僕はですね、うん、イラさんよくご存知だけど、これ、おそまげなんか最近知ったんですけど、序の口なんですけど、うん、岩波の図書、イラさんご存知、うん、あ、ですよね。これでも知らない若い人が多いんですけど、ヒロナさん知ってる？知らないです。ああ、よかったです。これね、岩波書店が出してる、もともとは PR 誌で、そう、半分は、これこんな薄いんだけど、うん、半分はいろんなエッセイストとか作家さんがね、うん、その月替わりで、うん、まあ、エッセイを書いてるのよ、うん。で、もう半分は PR 誌なんで、もともとここに書いてある岩波書店の新刊っていうので、うん、その月の新刊を出してるんだけど、これね、まあ、イラさんもともと PR の仕事もしてたんで、よくご存知ですけど、PR 誌ってね、まあ、どれも、うん、コスパ超いいじゃないですか。そう、100円とかだからね、うん、そう。で、これね、1冊100円なのよ、うん。で、年間で送料込みで1000円で、で、実はなんでこれ今更というか今知ったかっていうと、ずっとうちの実家に親父側の出版社の編集長だったんで、いつも毎月置いてあったんですよ。で、なんかこの、毎回ね、表紙がこの、ちょっとね、海外の、敷居の高そうな、人ので、なんなんだろうみたいに思ってたんだけど、そう、一昨年ぐらいに親父からこれ1000円で、年間1000円で、面白いから、
入ったなって言われて見たらめちゃくちゃ面白くて、で本当に、まあ、最近3月号であれば、あのもちろんベテランの方もいるんだけど、うん、それこそブレイディ美香子さんが書いてたりとか、うん、なんかいろいろ今をときめくような作家とかエッセイストも書いてて、ほとんど1ページ見開きで1エッセイみたいな感じで、そうだね、そう、うん、だからなんか忙しい中で寝る前に、ね、でもさ、それを言うんだったら、例えば新潮では波っていうのがあるし、ありますよね、新英社だったら青春の読書っていうのがあるから、そうそうそう、大手のところ5週分くらい入っても500円だからね。そうなんですよ、だから岩波新潮文春新英角川講談社入っても5、600円じゃん。そうで、毎月そこから出る本は全てチェックできるし、そうなんです、悪くないと思うよ。そう、確かに。で、それこそ、ね、岩波って僕、前も言ったかもしれないですけど、うん、なんて言うんでしたっけ、この本のタイトルとかがいっぱい出てる、こういうもののこと、なんて、うん、目録か。目録、ね。目録をそう、本のタイトルとかで考えなきゃいけないときに、うん、結構このタイトルの付け方とか面白いから参考になるから、うん、だからなんだろう、単純に本好きの人としても面白いし、なんかちょっとそのクリエイティブな人としてもいろんな、そうだね。そっか。いつも送られてくるから、なんか全然ノーチェックだったな。まあ、イラさんの場合はね、もう本当そう、東大。仕事だからね、うん。そう。だからこれで100円っていうか送料込みで1000円だから、ただまあだから結構、交渉部数見ると20万部ぐらいやっぱ出てるみたいだから、そう。いや、すげえわ、岩波と思っていますね。いや、もうでも元出版社はどこもやってるので、それがもう当たり前なんだよね。そうそうそう。なんかレジ、本屋さんのレジのとこに置いてありますよね、なんか。うん、ただで売れるところもあるしね。目録はそうだけど、まあこれはね、基本販売してるけど、まあそれでも100円だから、ただみたいなもんだから、うん、なんか、そう、なんかね、本もいろいろピンキリですけど、このクオリティで100円っていうのは、うん、まあ久しぶりになんか仕事も頑張んなきゃなっていう気になりつつ、まあちょっと序の口ですけど、僕は。なるほどね。じゃあ僕はね、これです。定期的に買っている。はい。ああ、来ましたね。サプリ。来ましたね。はい。これサプリなんだけど、はい、要はこれありましたよね。以前取り上げましたね。はい、はい。ライフスパ、うん。で、まあ、要は何でか、これ何かっていうと、NMN はですね、ニコチナミド、モノクレオタイドとかなんかよくわかんないんですよ。よくわからない。はい。何をやってるかっていうと、遺伝子って傷がつくよね。はいはいはい。で、その遺伝子に傷がつくことが、その老化の主な原因ではないかって言われてるんだけど、うん、でも遺伝子を修復するときに使われるエネルギーが NMN なんだって。うん、なので、例えばおばあちゃんダットにこれを大量に食べさせると、うん、卵巣が若返って妊娠が可能になったりするっていうの。うん、それはあるいは普通視神経って回復しないんだけど、うん、ネズミの神経を傷つけてこれを大量に飲ませて目が治ったりしたっていう実験結果が出てるんだって。すごい。ということで、一応飲んでます。実際の体感はどうですか、ぶっちゃけ。飲み始めた頃は、目の疲れが本当にグッて軽くなったけど、今はもうわかんない。わからないけど、どうします続けてるんですか、でも一応。まあ、続けてるね。もうずっと。うんうん、だこれやったのもう1年以上前だよね。そうか、そうですね。これは面白かったけどね、うん。まあでも逆にね、調子が悪くないんだけど、うん、それはそれ聞いてるかもしれない。そうだね。うん、ね、これを、定期的に Amazon で買ってるかな。うん、なんか、イラさんがでも、うん、サプリとか、使うような気持ちし、あんまり飲まない気持ちって、今までどうだったんですか？今までもなんかさ、今までもほとんど飲んでないね。あ、ビタミンとかいろいろ言うじゃない、オメガ3とかさ。ああいうの飲んでなくて、これだけかな。自分でやってるのは。イラさん、あ、イラさんじゃない、早川さん、うん、サプリマニアですよね。マニアですね。え、何種類飲んでんの今。僕はちょっと後で出そうと思ったんですけど、多分、うん、まあ8種類ぐらいですかね。8種類、手のひらいっぱいにならないか。ああ、ならないですね。8種類と9種類ですけど、うん、はい。まあ、それ話すとちょっとマニアックなんで、後で取っとく。え、イラさん飲んでるなんか、サプリ。私はたまに飲みます。ビタミン C とか、その程度ですよ。コラーゲンとか。うんなんか全部美容のやつです、うん。まあ大事だよね。あれですけど。うんうんうん、そんなでもまあなんだかんだ言って、実はサブスクリプションの王様は昔は新聞だったんだよね。ですよね。でも今もう新聞取ってないじゃんみんな、うん。そもそもってとこですよね。うん、日経のアプリとかはお二人は。夜行で新聞取ってる？僕はもう朝日だけですね。日経もたまに取ったりとかもですけど、うん、でもそれもデジタルですね。うん、そう僕はもう朝日新聞と日経の電子版。うんうん、朝日新聞は紙？
紙、そう。あ、やっぱ買ったのは紙がいいですよね。朝紙の新聞読みたいんだよね。わかる。へぇ、何それ。これは朝日じゃなくても何でもいいの。そうそうそう。まあ習慣ですから、ね。紙の新聞読みたいの。だから新聞休刊日で朝新聞がないと寂しいんだよ。うん、わかる。すげえわかる。でも文字でかくなりましたね、やっぱどの新聞も。昔に比べたら。へぇ、ね。正直、こういう言い方すると厳しいけど、どの新聞も昔よりあんま面白くなくなってるね。うん。そうなんですね。なんだろうね。同じように頑張ってるのに。うん、あ、でもなんかそう、これもこんなこと怒られるかもしれないですけど、僕もやっぱりその紙で読むのって、紙としての体感も面白いのもありますけど、やっぱり、こう、まあもちろんね、意図的になっちゃうかもしれないけど、やっぱ広告出てるのは面白いじゃないですか。それはそれで。デジタル版と両方僕読んでるんですけど、でも思うのが、まあこれ多分朝日新聞だけじゃなくて他の全国紙もそうだと思いますけど、日経はね、やっぱちょっと違いますけど、広告が、これ別にいい悪いじゃないですか。まあ本当に高齢者向けですね、もうみんな。なんか膝腰肩にグルコサミンとか、そう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 、両親 JP 錠とかね、そう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 、あとあれ自分で料理作るのめんどくさいお年寄りに、そう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 、圧力鍋で煮てあるから骨ごと食べられる、そう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 、あと昔のなんか日活のこう映画のね、なんかやつとかだから、年齢層がやっぱそうなんだなって思います。いや切ないよね、本当新聞ってこんなにいいものなのにね、そう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 思いますよね、あ、でもそういえばあれじゃん、NHK もサブスクリプションじゃん、あ、そうだ、取ってる、そうだ、ちゃんと払ってる、ちゃんと払ってる、もちろん払ってる、あ、そうかそうか、 NHK のね、 BS も払ってるから、そうだそうですよね、そうだ、なんかこう考えると本当にこう定額でバンバンお金使ってますね、我々。え、これ今の時点で後でもう一回エンディングで聞いてもいいかもしれないです。ざっくり、イラさん、まあ自分で今認識してる限り、いわゆるサブスクリプションに合計月どのくらい払ってそうですか？待って。新聞が、まあ、ざっくり正確にわかんないけど、4000円ずつじゃん、うん、で、アマプラ、ネットフリックス、Hulu、Unext、あと、予約に進めると入った。これいいね。YouTube だからじゃないですけど、YouTube プレミアムは本当いいよ。ああ、イラさんはそのいいというのはどういうところでいいんですか？もう単純にコマーシャルが一切ない。ああ、ですね。ですね。そう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 。ストレスないんです。慣れちゃうともう無理ですね。外せないですね。で、これがまあ各2000円ずつとすると、1万円、1万8000円。で、あと定期便で送ってもらってるのは、自費会の無洗米。これが4000円で、NMN が2ヶ月に1回の3000円ぐらいかな、うん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 、とすると、3000円、4000円、7000円の1万円、うん、1万7000円の8000円。2万5000円ぐらいになる。あ、うわ、あ、でも、イラさんにしてはっていうのもあれだけどね。イラさん50万ぐらい使ってるのかな。4年分になるやつ。え、僕はちょっと怖いですけど、まあ僕はただ、ほら、仕事もまあちょっと混ざってるから、でもどうでしょう、5万ぐらいじゃないですかね。え、5万だって今僕が撮ったのほとんど撮ってない？うん、撮ってますけど、ね、いや、僕はほら、サプリとかいろいろあるから、うん、その辺足すともっと増えると思うんですよ、ね。そうか、10ぐらいいくよな、絶対40だったら。うんうん、え、ひえなさんって化粧が入るから10近くいくんじゃない？そうですね、いってるかもしれない。特別なのをやるときは、やっぱ行っちゃいますね、そんぐらい。まあでも特別なのはサブスクじゃないもんね。まあそうですね。定期的に使ってる化粧水とかだもんね。そうですね。でもやっぱ万は行きますよね。うん、5、6万行くよね、うん。いやー、怖い。ね、無意識に、無意識に毎月それだけのお金が飛んでいってるっていうことをちょっと、ハッとさせられてます。はっきり言って僕もさ、動画配信系の4つっていうのは入りすぎだなと思うんだよね。あ、いいですか。ほとんどコンプリートしてんじゃないですか。でも見てるんですか？正直ね、言いにくい。無料部分で言いにくいんだけど、Hulu は見てないから、どうしようかなって思って。Hulu から連絡来るかもしれないです。見てください。アマプラと Netflix はね、いいじゃん。で、Unext も、意外とね、毎月無料にチケットみたいなのがくれるんで、あ、そうなんだ。あとやっぱ圧倒的に多いしね、いろいろね。値段高いけど。Unext の使い方が分かんなくて退会しちゃいました。あれ、毎月払ってても別でまたなんか追加で買わないと。ああ、だからドライブ・マイ・カー追加で買わないとダメだったね。うん、でもその分毎月毎月、そのフリーチケットみたいなの来るんだよ。何百円か、600円か500円か。で、それが貯まれば新作も見れるし、でも新作だと大体500円ぐらいだからね。うんうん。でも面白いですね。もうなんか今の話だけど、やっぱりイラさんはね、まあ本は普通に買ってるから当然今のサブスクにすら入らないですけど、映像は結構好きで、ね、登録してるんですね、やっぱり、ね。いやー、見ちゃうね。っていうより、やっぱりこのコロナ禍さ、動画配信がなかったらしんどかったよ。
それはみんな言いますよね。だって時間潰せるもん果てしなく。本当テレビ永遠となんか無意識になんか垂れ流しで見るぐらいしかなかったですよね。うん、だから今度またやろうって言ってるんだよね。ああそうですね配信ね。動画配信のおすすめをゴールデンウィークにぐらいにね、うん、やりたいですよね。なので皆さんぜひ楽しみしていただけたらと思います。はい、さあここでお便りと質問お願いします。はい。お便りは、29歳の男性からいただいています。はい、こんばんは。大人の放課後ラジオを見始めてから本を読みたいと思うようになりました。小さい頃から本を読むのが苦痛で、読んでいませんでしたが、入りとしては自分が興味のある本を読んでいます。今では活字に触れるのが楽しいです。おお、素晴らしいじゃん。嬉しいですね。うん、はい。そして、じゃあ続けて質問いきたいと思います。はい、20代の女性からです。いつも外食をしたり弁当を買ったりしていてお金がかかってしまうので、自炊をしてお弁当を作ろうと思うのですがメニューが思いつきません、仕事の始業時刻が早くて朝は調理をする時間がないのですが健康的で早く作れるメニューはありますでしょうか。ちなみにおとらじの皆さんはお昼どうしてますかという質問です。お弁当のネタ。わあ、お弁当はねあんまり考えないで作れるものがいいよ。ほう。要はベースになるものを3つか4つ決めてそれの組み合わせで回すの、うん、あ、なるほど。料理研究家みたいな。でそのうち1個冷食入れるの。はいはい。焼いたりしなくてよくて、うん、お弁当に入れておけばお昼には解凍されて美味しくなるみたいな。なるほど。ハンバーグ、唐揚げ、例えばなんだろうな何物ですか。餃子、ミニオムレツとかあるから。あ、オムレツ、グラタンとかもありますよね、うん、あるあるある、うん、でそういうのを1個入れてあと2つぐらい簡単に作るものを入れておくので、前の晩のおかず1個入れて、朝作るのは1個だけにして詰めるっていうのがいいです。はいはいはい、僕、うちの子が昔中学校の頃の弁当が全部作ってたんで。マジですか。これは本邦初公開です。すごいな。うん。弁当をうまく作れる人、マジで尊敬します。も私も高校の時、弁当自分で作ってたんですけど、うん、なんか、すごい。ぐちゃって感じ。あるよね。本当なんか日の丸弁当みたいな、うん、そう。であと野菜がどうしても足んなくなるから葉物とかプチトマトを入れる横に、うん、もうねその時ある、例えばなんだ、人参、玉ねぎ、ピーマンみたいなのを刻んで作る野菜炒めみたいなのがちょっとあると本当にいいんだよね。またシンプルな味付けで、ね、それにあと1個その冷凍のハンバーグ1個入ってればもうご飯になるから。ちょっと大人じ弁当売り出しましょうよ。弁当って本当難しいと思います。あの小さい空間に彩りとバランスを考えて入れるっていう。いや、難しい。そんな贅沢しなくてもできますか？できるできる、うん。で、そんな時間もかかんないし、もう10分とか15分でパッて作って渡すっていう。すごい。今度ちょっとロケで井田さん作ってもらえる15分くらい、本当に。ね、なんかもう焼肉のタレでお肉焼いて。そんなのそんなの。あ、いいじゃんいいじゃん。そんなの一品って野菜があればいいじゃん。お腹空いてきたな、ちょっと。ね、うん、いや、本当そんなのだよ。丼とかでもいいかもしれないですよね。どんぶりはダメなんだよね。なんでですか、どんぶり。いや、要は肉焼いてさ、ご飯で麺に敷き詰めると、うん、もう見た目が最悪なのよ。ああ、そうなんですよ。で、ご飯がしたらベタベタになっちゃう。汁がね、またね、漏れたりね。で、今の弁当箱って2段になってるじゃん。ご飯とおかずと。はいはいはい、なので、そこは分けた方がいいかも。そっか。あんま汁が出ない。海苔弁とかもいいかも。海苔弁はいいね。よくやってたな。海苔弁美味しい。美味しいよね。海苔弁簡単だしね。大好き。いやすごい頑張ってほしいですね。本当大変だから、うん、でもお昼は別になんてことないよね。近場に食べに行ったり家で適当に作ったりっていうぐらいでしょ、うんうん、そうですね。お昼、うんうん、どうしなんかあれですよね、あれですよね、早川さんは食べないんですよね。いや、っていうかそう、逆に聞きたかったですけど、二人も、うん、まあ、正直、まあ、この人怒られるかもしれないですけど、もう若くはないじゃないですか。うん、そんなに一日2回もとか米とか食えます？いや、食べる。食べれる。食べれる。そんなにバカみたいな量じゃないよ。そうか、いや、その二郎系ラーメンの大盛りみたいなのとっても無理だから。じゃあ、やっぱ俺おかしいのかな、そう、だから僕でも、うん、なんか夜はそう、だから結構きっちり食べるんですけど、うん、昼とか本当にもうなんか、食べる体力が なくなってないっていうか、サプリル飲みすぎなんじゃない違う、そう、いやいや、まあまあ、そう、だから。お茶碗一杯ぐらいサプリを食べてる。いや、だから、違う、でも年取ってきたかも。なんかもうね、あんまり固形物がって、なんか年寄りみたいだけど、うん、いや、だから朝はボンブロスープって前話しましたけど、昼も、はいはいはい、なんかもう、ボンブロススープ、鶏ガラをね、その、
あの、で、昼もだから、それこそ、まあ、奥さんが作ってくれた豚汁とか、うん、あ、いいです。もう米はいらないから。大好き、豚汁。豚汁一杯で終わるの？あ、全然。豚汁か、もしくは、あ、だから、あの、やっぱり、冷しゃぶみたいのを、しゃぶしゃぶのをやって、サラダみたいな。なんかもう、それだけでもう十分みたいな。で、夜は、でもご飯は普通に食べる。1膳とかなんですよ。いやいや、夜はね、マジ結構食べるんですよ。もう食べるときは、まあ1膳のときもあるけど、普通に2膳、3膳食べて結構お腹いっぱいみたいな。我慢してないから。え、そうなんだ。うん、よく朝スープでお昼、豚汁で夜そのドカって食えるよね。そう、だからまあ逆に不健康な可能性もあるんですけど。うん、いや、面白い。初めて聞いたその食べ方。キリナさんはでも普通に近所のお弁当だったりカフェとかでしょ？うんうん。うち住宅街なんで、うん、近くになんかご飯屋さんがないんですよ。あ、そうなんだ。なんで、そう、うん、自分で作ることが多いじゃん。で、お昼も夜も。うん、何が多いの？お昼と夜両方作るのって疲れるよね。うん、そうですね。なんか考えるのがやっぱめんどくさくなっちゃうから。そう、作るのは夜だけでいいな。ねえ、そうなんですよ。うん、で、たまにめんどくさくなると、あの、うん、出前とか頼むんですけど、いいね、あの、釜トラっていう、うん、あの、釜飯の。うん、ああ、あるある。うん。あれ、ちゃんと本当にちっちゃいお釜飯。うん、いいね。お釜飯って。丁寧なんだか何なのか分かんない。うん、面白い、ね。なんでですか、あの、釜、うん、かまど、なんか。釜ね。そう、来るやつで、うん、あの、ちょっとプチ贅沢したりしてます。いや、美味しいよね。うちはもう近所に何でもあるからな。あ、ね、ほんと羨ましい、うん。ちょっと割と遠くまで散歩して食べるときもある。うん、今、代官山なので、うん、近場で食べるときは、まあ、恵比寿か渋谷かなんだけど、うん、広尾ぐらいまで歩いて、広尾の商店街で。あ、広尾まで行く、あ、あの辺まで行くときもあるんだ。でも、イラさんね、あの、まあ、うん、あのざっくりとにしときますけど、うん、ほら、前のね、あの、ご自宅のときも収録のとき、うん、よく近所でいろいろ食べに一緒に連れてもらいましたけど、うん、あの時より今の方が多い。どっちも飲食店、今の方が多いか。今のが全然多いね。うん。うん、前のところはね、渋谷からちょっと離れてたからね。はい。まあ、でもそれでもね、美味しいの結構ありましたよね。うん、そうか。そうそう。いや、ランチは充実してるけど、でも、そうね、そんなに毎日は行かないよね。やっぱり重いからね。うん、うん。最近ってランチってどこも量が多いじゃん、すごい。確かに。うん、いいな、なんか都心でランチとかしたい。やっぱ最近自粛でね、外で気軽に、あの、なんていうんでしょう、家の近所とかでね、あればいいですけど。うん、でもまたさ、みなとみらいで収録がリアルで再開したらさ、みなとみらいランチ自粛してるじゃん。あ、そう、なんかいろんなとこ行ってみたいな。いろいろランドマークのとかも、そうそう、あるから、またじゃあ行きましょうって、うん、なんか、普通の喋りになりました。今質問に答えたんでしたっけ、はい、今質問に答えました。もう何が何だかあれでしたけど。さあ、ということで、この後本編に入っていきたいと思いますが、続きはですね4通りご視聴いただけます、YouTube メンバーシップ、ニコ動、Apple Podcast、そして audiobook.jp いずれかで、お楽しみいただければというふうに思います。そうか、おとらじもサブスクですね。そうだね、あ、本当だ。ということで、いつも皆さんありがとうございます。ご視聴いただいて。ありがとうございます。はい、どんなつながりか分かりませんが、ぜひサブスクもお願いいたします、はい、ということで、続きはまた後ほど。ヘッドホン、イヤホン事情は今ね、一番面白いのは、ね、中国製なんだよね。やっぱでも今はそう、サブスクって言ったら動画配信と音楽か。今さ、漫画も結構あるじゃない。サブスク的なやつが。ただ、いつかそう遠くない将来、小説もなると思うんだよね。映画や音楽でなったから。そうなった時、プロの作家の数は5分の1ぐらいになるんじゃない。